オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。Bonjour, c'est Daisuke. こんにちは、アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？先週の火曜日、パリの中心、シテ島にあるノートルダム大聖堂で大規模な火災が起き、高くそびえる戦闘と屋根が焼け落ちるという衝撃的なニュースが飛び込んできました。高校時代に見たディズニー映画のノートルダムの鐘、フランス語のタイトルは Le Bossu de Notre Dame、 ノートルダムの背虫男と言いますが、この映画を見て以来ずっとノートルダム大聖堂の本物をこの目で見たいと思い続けていたので、実物を見た時にはその荘厳な姿に涙が溢れてきました。映画の中でエスメラルダという女性がステンドグラスから差し込む光の中に佇んでいる美しいシーンが今でも脳裏に焼き付いています。このノートルダムの鐘の原作はヴィクトル・ユーゴーの小説ノートルダム・デ・パリで、放題ではノートルダムの背虫男と言います。ノートルダム大聖堂の前に赤ん坊が捨てられていました。大聖堂の助祭長のフォローによって拾われますが、その赤ん坊の目の上と背中には大きなコブがあり、醜い容姿をしていました。フォローはその子にカジモドと名付け、ノートルダム大聖堂の中で育てます。成長したカジモドはノートルダム大聖堂の鐘つき男となります。この後の詳しいお話はぜひ小説を読んでいただきたいと思います。またミュージカルや映画にもなっていますので、まだ見たことがないという方はぜひご覧ください。ノートルダム大聖堂周辺のお土産屋さんではカジモドに関するお土産がたくさんあって、今でもパリっ子に慕われているんですね。カジモドという名前は赤ん坊を拾った日が白衣の手術、カジモドであったことに由来していて、さらにフランス語でほとんどという意味を持つキャジからほぼ人間、つまり出来損ないの人間という意味が込められています。この白衣の手術は神の慈しみの手術とも言い、復活祭翌週の日曜日と定められています。今年は復活祭が4月21日の日曜日だったので、あさっての4月28日の日曜日が今年の白衣の手術カジモドにあたります。僕は今でもカジモドが鐘をついているんじゃないかなと、ノートルダム大聖堂の前を通るたびにいつも高くそびえる鐘楼を見上げているので、今回の火事でカジモドは無事かなと心配になります。
毎日のように前を通っていて、ノートルダム大聖堂にはいろいろな思い出があるので、とても悲しいですが、またいつか再建されることを祈ってやみません。さて、本日のアラカフェットは二部構成でお届けします。第一部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル講師ギヨーム先生のご紹介です。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。今回はノートルダム大聖堂大火災で心を痛めているすべての人に向けて、自分はあなたたちのことを思っているよ、すべての思いを込めてという時に使える表現をご紹介したいと思います。ヒントは考え、思いという意味の単語を使います。さて、フランス語では一体どのように言うでしょうか。正解は toutes mes pensées、 toutes mes pensées、 toutes mes pensées、 すべてという意味の不定形容詞の女性複数形の tout、 私のという意味の所有形容詞の複数形me、 そして考え、思いという意味の女性名詞複数形 pensée の三語でできています。直訳をするとすべての私の思いという意味なのですが、これだけですべての思いを込めて、あなたたちのことを思っていますという意味で使えます。災害やテロ、誰かが亡くなった時など非常に困難で苦しい状況にいる相手に対して、思いやる気持ちや連帯の意味を込めて使います。相手の状況によっては、頑張ってやくじけないでというのが少し躊躇されるような場合があります。また、どのような言葉をかけていいかわからない場合もありますよね。そんな時、この toutes mes pensées を使うと、あなたのことを考えています。あなたと共にいます。というニュアンスを表現することができます。会話ではこの表現だけを使うことはそれほどありませんが、特に SNS が発達した現在では、Facebook や Twitter などで、toutes mes pensées、もしくは、pensées だけが書かれた投稿をよく目にします。これだけで、その困難な状況で苦しんでいる人たちに対してお悔やみの気持ちや連帯を表現しているわけです。お悔やみの意味で使うことが多いこの toutes mes pensées ですが、愛している人に対しても使うことができます。 toutes mes pensées sont à toi、Toutes mes pensées sont à toi. Toutes mes pensées sont à toi. というと、私のすべての思いは君にという意味になり、相手に自分の思いを伝えることができます。Toutes mes pensées。現時点では今後10年間は閉鎖され、
再建までには50年かかると言われているノートルダム大聖堂。また元の姿を取り戻すその日まで思い続けていきたいと思います。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は、今年4月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているギヨム先生をアンサンブルスタッフミキがご紹介します。2017年よりフランス語講師として活動しているギヨム先生は、柔らかい雰囲気が印象的です。生徒様をリラックスさせ、話しやすい環境づくりを行います。気配りやフォローが細部まで行き届いているので、丁寧に説明を行うだけでなく、文法や発音のミスもその都度しっかりと指摘し、生徒様自身が正しく表現できるようになるまで熱心にサポートします。また、コミュニケーションの向上のためのレッスンを得意とし、練習問題や例文作成など様々なエクササイズを駆使して、生徒様を着実に上達へと導きます。初心者から上級者まで幅広いレベルの生徒様におすすめの講師です。実際にご受講いただいた生徒様からは、穏やかで優しい先生ですので、初めてでも緊張することなく受講できました。細かい間違いも見逃さず、発音もたくさん直してくれて、勉強方法のアドバイスもいただきましたと大変ご好評をいただいております。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。 Bonjour、 皆さんこんにちは。アンサンブルフランセの講師のギヨームです。一緒に楽しくフランス語を勉強しましょう。お待ちしています。 Bonjour、 Je m'appelle Guillaume、 Je suis professeur chez Ensemble en Français。Je serai ravi de vous rencontrer. Je vous attends sur Skype. À bientôt. メッセージからも講師の人柄が伝わってきますね。学習のモチベーションが上がるギヨーム先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。
それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。